ババユーフト氏は東京都板橋区出身の元プロサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー及びフォワード。俳優のババトールは実定。小学校3年生時からサッカーを始め、中学校卒業に至るまで三菱仕様は SS でプレー。1998年には全国高校選手権に憧れて、静岡学園高校サッカー部のセレクションに合格していたが、 同年にプロ化が発表され J リーグ加盟が決定していた東京ガス FC の U-18 監督だった柴田京から勧誘され、ババと同学年の選手を中心とする東京ガスジュニアユースが U-15 高窓の宮杯で全国3位の高成績を残していたことにも惹かれて静岡一期を取りやめて FC 東京 U-18 に入団。柔らかなボールタッチと 技術、得点能力を磨いた2001年には同期の大股、広志幸、石川幸太、クルス吉本、高橋園ひとしらと共にクラブユース選手権で全国優勝 U-18 高窓の宮杯及び J ユースカップで準優勝。クラブユース選手権では MVP を獲得した2002年、大股と共にクラブ史上初となるトップチーム昇格を果たし、 開幕戦でプロデビュー。同年 U-19 日本代表としてアジアユースに出場。2003年には出場停止を除いたファーストステージの全試合に出場し、多彩なパスで後期を作り東京ベルディとのダービーマッチでプロ初得点を記録。U-20 日本代表にも定着していたが、右膝の状態が悪化し、半月板を手術したためにワールドユース出場を。 断念した。リハビリ期間中に肉体改造に取り組み、当たり負けしない体作りに取り組んだ。2004年からはポジションを争う、ブラジル人 MF、ケリーの負傷もあって、トップ下で先発出場する機会も増え、体の強さを身につけたことによって、ボールキープと視野の確保に余裕ができ、天性のパスセンスを発揮。同年のナビスコカップ決勝戦では、 最後の攻撃カードとして投入され、PK 戦のキッカーを務め、クラブ初のビッグタイトル獲得に貢献した。しかし、コンディションが良好な試合では、高いパフォーマンスを見せるも、2005年は、怪我に始まり怪我に終わったと、本人が語ったようにコンスタントな活躍はできなかった。同年末には、左膝の半月板を手術。その後も万全なコンディションでシーズンを乗り切ることは、 できずにいたが、甲府長の波や、守備意識を徐々に改善させ出場時には、味方選手も驚かせる的確なタイミングでの、配球によって、攻撃を勢いづけた。2008年、FC 東京からの移流を誇示し、即戦力として、オファーを受けた、ジェフユナイテッド市原、千葉へ完全一席。巧みにボールをさばき、相手の背後を突くパスを丁寧に供給したが、 受け手の動きが乏しいチームは、開幕から12戦未勝利と低迷し、馬場も徐々に出場機会を失ってゆく。監督交代が行われ、より守備を重視するサッカーが施行されるようになって、以降はベンチ入りメンバーからも外された。同年8月、J2 のモンテディを山形へ期限付き移籍。山形では、速攻に偏りがちなチームの中で、ボールキープによって、 地高との使い分けを図るボランチや、ラストパスを通す FW として、J1 昇格に貢献した。2009年2月、期限付き移籍期間の満了により、山形を退団。その後は、千葉との契約を残していながらも、選手登録されなかったためプレー環境を得られずにいた。2009年8月、東京ベルディへ練習生としての参加期間を経て、 千葉との契約を解除し東京部へと加入。シーズン終盤からの合流だったこともあって目立った結果を残せず、同年限りで退団。その後は欧州を中心に所属クラブを模索。2010年11月からドイツ分で3が2部のホルトゥナデュッセルドルフの練習に参加し、紅白戦での活躍から高い評価を得るも契約には至らなかった。 無所属の状態が続いたが、2011年7月に、K リーグの大田市シへの加入が決定。竜総鉄監督からは、スルーパスに竹前線の選手をアシストできる選手として、起用され、リーグ初得点を挙げた第30節では、同節のベストイレブンに選出された。2012年には主力に定着し、第7節には連敗中のチームを救う決勝ゴールを挙げて、 ベストイレブンに選出された。2013年限りで、大田との契約を満了。2017年、B 級コーチライセンス取得。ありがとうございます。